さあ1点差に迫られた仙台、その仙台は石原選手準備をしています。フォワードの石原直樹が準備をしています。さあ阿部、阿部1人で行く、シュート決まりました。仙台3点目、3対1、再び突き放します。今落ち着いてましたね、阿部ね。阿部の左足でした。コースはなかったんですけど、しっかり最後までキーパーの体勢を見ながら浮かせましたけどね、チップキックでうまく浮かせました。非常に難しいですけどね。